皆さんこんばんは、If I Amの時間です。あ、これダメですね。はい、皆さんこんばんは、If I Amの時間です。 If I Am は毎週木曜日夜9時から、福岡考えるソーシャル学生ネットワークの名のもと1時間のユーストリーム番組を配信しております。配信場所に使わせていただいておりますのは、NPO 法人ファイブリッジの会議室です。ファイブリッジではですね、昼夜を問わず面白い学生や社会人が多々集まりますので、ね、ぜひ仙台に来た際はぜひ2回行った寄ってみてください。はい、MC を担当しますのは東北文化学園大学の竹丸です。よろしくお願いします。で、はい、で、皆さんにですね、ここで質問をしたいんですよ。ユーストリーム上で私のね、年を素直に、今日のこの見た目だけで素直に判断していただいて、何歳かなっていうのを、ね、判断していただきたいので、じゃあちょっとアンケートの方お願いしていいですか。もう流してますか。はい、はい、流れてます。はい、もうどんどん何歳で増えてると思うんですが、私の方でですね、回答欄が何歳ってなってるかがよく分かんないんですよ。はい、うんうん、18、23、24、25。なるほどね。4つだけですか。はい、4つだけです。4つだけ。25に3秒入ってます。25に3秒。なるほど、なるほど。うんうんうん。24にも1票入ってますか。なるほどね、わかりました。どんどん票が増えてくるんですが、まあその間にね、私のお話もしなきゃいけないんですが、はい、とりあえずヒントだけあげます。私大学4年生です。大ヒントだ、大ヒントですね。はい、もうアンケートいいかな、そろそろ。はい、じゃあそろそろ投票を止めて、そろそろ投票をストップでお願いします。はい、投票止まりました。はい、まず、4つあるんですよね。はい、4つ。はい、18歳。0。18歳0。はい、うん、次。23歳。0。0。ほう。24。1票。25歳。うん、4票。ということで25票でいいかな。いいかな。ちょっと待って、本当に4つしかないですか。はい、僕21歳なんですよ。あれあれ21歳なのにアンケートに答えがないっていうのはどうかなって思うんですけど、うん、まあまあ次回から気をつけましょう。そうですね、はい、というわけで今アンケートやっていただいた方にはまあ体感していただいたら分かると思うんですが、体験私たちですね、ユーストリーム配信中にアンケートを使うという技術を学びましたので、これからどんどん使って面白いコンテンツをやっていきたいと思います。はい、では今回の流れをさらさらっとご説明いたしますので、後ろのこのホワイトボードをご注目ください。もうちょっとこっちの方がいい。はい、今週は復興トークリレークラウド酒造今社エンディングのさらっとした流れです。はい、復興トークリレーでは先週のナタリーさん先週のナタリーさんから続いてどなたが来ていただけるのか、ものすごく楽しみなところではあるんですが、誰なんでしょうね。楽しみにしてくださいね楽しみにね。でクラウド酒造では、前回のたびたびで洞口と根本が行ってきた松島のお酒をさらっと紹介いたします。はい、もう今日実は意外とこの会場の中にも人いっぱいいらっしゃるので、飲める方は飲んでいただいて楽しい時間を過ごしていただければなって思います。噛みました、いっぱいはい、では一番最初のコーナー、復興トークリレーのコーナーです。では何てお呼びしたらいいのかな。何てお呼びしたらいいですか。何てお呼びしたらいいですか。ご自由にどうぞ。ご自由にか。じゃあ松野さん、はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単にですね、自己紹介と、はい、今どんなことをなさってるのか。ちなみにこう今何名ぐらいの方ご覧になってるんですか。現在15名ほど。今15名。なんか僕のこと知ってる人1名ぐらいいたら、なんかコメント書いてくれたら誰やって言ってくれてちょっと気が楽になるんで、お願いします。
で、まあ、ちょっとあのご紹介いただいたんですけれども、あの私もともと出身が宮城県の白石市という場所 で大学東京だったんですけども、でその後震災前に島根県で実はまちづくり会社というですね、まちづくりを本業としてある会社でもともと働いてまして、で震災の時はまあ島根県にいたんですけれども、でその後まあ宮城県に戻ってきて、で今は前職を辞めて、まあ一般社団法人フラットオークというか独立をして、まあ、スタッフ4名で、まあ、NPO を経営しながら、まあ、渡りグリーンベルトっていうプロジェクトのですね、あの事務局等とやってるという、そんな感じでございます。はい、なるほど。うん、お名前って言いますか？はい、松島康介と申します。はい、はい、松島康介さんで、はい、松さんです。はい、松んでございます。はい、はい、なんか緊張してますね、大丈夫ですか？はい、MC 何回やったか分かんないですけど緊張が取れないです、本当に申し訳ないです。大丈夫なんじゃないですか？福男くりではまあ、某番組をリスペクトして作ってるコーナーでして、まあ、今回来ていただいたゲスト、まあ、前回のゲストから紹介っていう形でどんどん成り立っていく番組ですので、まあ、来週はどんどん、来週じゃないな、次回は誰が来ていただけるのか楽しみにしながら今回の配信を楽しみに聞いてください。楽しみって2回言いましたね。はい、あの松田さんにいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まず震災時、まあ、震災から2年も経つんですけど、震災時どういうことをしてらっしゃったのかっていうのが気になるんですけど、震災って2011年の3月にあったと思うんですけども、はい、僕大体その1年ぐらい前から、皆さん多分ご存知ないと思うんですけど、沖諸島っていうですね、あの島根県に、皆さん後鳥羽上皇ってご存知ですか？なんか中学校の時に流された島があるんです。僕そこ流されちゃってまあ、いろいろあって、でその島で、設立3年目で社員6人しかいないぐらい会社に、まあ、新規事業の立ち上げということで、まあ、ジョインをして、で、まあ、まあ、教育事業の立ち上げでやってたんですけども、でそこでインターン生の受け入れ等とちょうどやっていたぐらいの時に3月11日を迎えてっていう状況でしたね。はい、なるほど。その島にいました。島、はい、サザエとかアビ売ったりとかスナックでバイトしたりとか、いろんなことやってましたよ。はい、あれですか、サザエとかよく取れる島だった？めちゃくちゃ取れますね。素潜り7メートルぐらいは行きました。はい、でも僕漁業権持ってないんで売れないですよ。売れないですけど。なるほど、なるほど。で、まあ島流しにあってて、島流しにあってて、僕らですね。はい、すいません。いや大丈夫です。で、漁業権がないまま素潜りをしていて、あ、違うな。まあ今なんでこういう団体を作ったのかなっていうのが気になるんですけど。団体の理由みたいな、団体の理由、立ち上げのきっかけみたいな。そう、立ち上げのきっかけ。僕この、一番最初は親の顔を見るぐらいのためだけに戻ってきたんですね。もう3月11日に島出たんですよ。で東北向かったんですけど、当時原発等がやっぱりあって、まあ、入れなかったんですわ。で3月19日にやっと石巻経由でこう、まあ、宮城県に戻ってきて、で指導士に戻ったらやっぱ沿岸部の方が大変ということが分かって、最初はボランティアで関わってたんですよ。でもボランティアで一人でやっても結局解決できる課題ってすごい限定的で、じゃあ次ボランティアの仕組み作りやりましょうってなったんですけども、ボランティアの仕組み作りをやっても結局持続可能というか、まあ、お金が回らなければ続かないですよね。僕は前の会社の出向という形を取ってたんです、実は。自分の人件費稼がなきゃ入れないですしっていう中で、ボランティアでもっとでもこの復興でやりたいことあるし、やんなきゃいけないことある中 で最初は前職の東北支部を僕東北で作ったんですよ。なんか離島本社なんか支部東北みたいな感じだったんですけど、でそれが2011年の7月に立ち上げたんですが、でもやっぱり現地に根付いて現地の組織としてやっぱやっていかないと続かないですしっていう中で、2012年の1月に法人を作ることにして、で、前職そので独立を2012年の4月にしたっていうことですね。なので長期的にやっぱこの東北の復興に関わるためには、まあ、ここに根付いた組織を作って、まあ、お金としても人としても回る仕組みを作らなければいけないので、まあ、すげえ嫌だったんですけど、方針作りました。はい、なるほど。まあ、そうやって立ち上げとか、まあ、どういう団体とかどういうものを作るのもそうなんですけど、ま、周りの人の反響とか風当たりとかっていうのって、まあ、少なからず自分の
やっていく道に影響があったと思うんですけど、周りの人に反響とかってあったんですか？もう賛否両論いろいろありましたよ。いろいろあって、あのその法人作る時ぐらいが一番現地の人実は一回揉めた時で、結構きつい言葉とかもやっぱ投げかけられた時期だったんですよ。言われて一番へこんだのが、なんかお前被災者食い物にしに来たのかみたいなことやっぱ言われたことあるし、あのやっぱりいくら真剣にやっていても、そのやっぱこちらの立ち振る舞いとか言葉の使い方とか姿勢とか、まあ、それがすごい未熟だった部分は、そういう言葉を投げかけられる一方で、あるその町をこう変えていきたいという事業の企画書とかを現地のおっちゃんと一緒に作ったんですね、うん、会社作った人と。で誰かがやる前提で企画書書いてたんですけど、でこれ本当最初誰やるんだって話になった時に、僕は代表やりたくなかったんですよ。なぜかというと大変じゃないですか。だってはっきり言って責任なんて負いたくないし、皆さん嫌じゃないですか。で大変ですよね。だって僕多分これ見てくださってるからほとんど年齢変わらなくて、僕86年生まれで今26なんですけど、当時で24とかなんですね。で多分 M1 か M2 ぐらいの方と同じぐらいの年齢で、それで、しかも復興って非常に難しい課題の中で、しかも代表を務めて、しかもお金としても回さなきゃいけないしっていうのが、まあ、嫌だったんですけども、で嫌だって言い続けたんですが、ある方が3ヶ月間お前がやると言い続けられて、で僕は折れてなんでそういう言葉も投げかける一方で、やれっていう人もいて、で立ち上げたっていうところでした、はい、で立ち上げた後にはまあいろんな声がありましたね。また、はい、立ち上げたどんなあれだと、応援が多かったですか、やっぱり。まあ、でも皆さん何やるか分かんないって感じですよね。応援とかいうよりも、でお前何やんのっていう感じですよ、基本は。で一人一人丁寧に説明をして、こういう事業必要だと思いますっていうのをやって、まあ、半年ぐらいこう潜在期間があって、2つの事業をちょっと一緒に立ち上げていったんですけど、はい、2つの事業、何と何ですか？一つが僕は宮城県の亘理町っていうですね、宮城県の少し南部で、の沿岸部と、その宮城県の山本町ともうちょっと下の福島県の県境あたりにも基本いるんですけど、まあ、そこの事務所もまあ今も家も構えてまして、で、そこを拠点にしている亘理グリーンベルトっていうプロジェクトと、もう一つが町フェスっていうプロジェクトをやっていて、で亘理グリーンベルトプロジェクト、すごく分かりやすいんですけども、皆さん仙台湾ってね、伊達政宗が1612年だったかな、地震が来た時に、津波が来た時に復興をして、低山堀とか、皆さん仙台ご存知ですかね、防潮林とか作ったあれが全部なくなってしまって、でそこがどういうふうになるかっていうと、当時その自治体が復興計画っていうのを作ってたんですよ。でそれにやっぱりその本当に地域の歴史であり文化であり、やっぱ地域住民が主体的に参画するっていうプロセスがなかなかなかったんです。っていう中で、僕らまあ自治体とまあ国等にもまあ提案をする中で、その沿岸部の防潮林と農地を含む縦4キロ横1キロのこうなんか被災したエリアがあるんですよ。家も結構300世帯が100なんか20世帯ぐらいになっちゃった場があるんですけど、そこ自体の未来図をその、まあ、自治体と向くんで住民したり作っていくっていう、まあ、ワークショップをやりながらやっていくっていうことを、その、まあ、基本、まあ、復興基本計画っていうんですか、の一部を作るっていうことをやったりだとか、あとはその中ででも計画だけ作って陳情しても何も変わらないですよね。いかに自分たちがリスクを取って自分たちでその課題を明確にして解決していくかということが大切だと思うんですけども、そこで大きく3つのアクションを取っていて、一つが現地のおっちゃんが新しく会社作ったんですよ。それは本業でその苗木を作ってた方がその防潮林を作るための会社を作って、株式会社グリーンアップっていうんですけれども、そこで実際に防潮林で、まあ、黒松がいっぱいあったんですけど、作る苗を作ってるのと、まあ、流されてもう一回復旧するためですね、もう一つが農業法人の立ち上げもやっていて、これちょっとうまくいってないんですけど、農業法人のビニーハウス現地お茶も作ったら、これ撤去したんですけど、全部いろいろ地権者と揉めちゃってそれこれがね結構課題進んでないんですけど、でもう一つがやっぱコミュニティがどう、その地域で沿岸部に関わっていくかってことすごい本質的な課題なんですね。っていうのは復興ってすごく難しくて、何か一つだけ解決してもダメなんですよ。家だけ建ててもそこに雇用がないといけないし、暮らしがないといけないし、逆に防潮林ってものがあって守るものがなきゃ意味ないわけですよ、うんうん、で防潮林があってもともと何かって、内陸に実は農地もあったんです。海があって木があって農地があったんですね。でその木々が風とか潮風とか砂が飛んでいくのを止めたんですよ。だから農業できたっていう側面があって、なので農業をやる人がいるなら防潮林作る意味もあるっていう、その住宅もそうだし、なりわいとしての農業もそうだし、防潮林っていうのは多面的に必要な中 で、そこでしかも問題が、それも農業やったんですけど、
今までは沿岸部、住民が沿岸部を管理してたんですよ。で300世帯いたと。でこれが今16世帯しかいないんです。じゃあ沿岸部をもう一度何かを作った時に、じゃあ誰がその町をもう一度担っていくのかっていう時に、そこのコミュニティをゼロから再構成する必要があって、で地域の人にいかにそこのことを知ってもらって、そのプロジェクトのことを知ってもらってっていう意味で、去年やったのは熱気球フェスっていうお祭りを地域の人でやったんですね。それは沿岸部を絶望の象徴から希望の象徴にしてほしいって、そのワークショップで地元の人がアイデアが出て、でお金も何百万ぐらいかかったんですけど、全部企業寄付金で集めて、で気球5機集めてお祭りやって、真冬にね、気球に300人ぐらい乗って空から街を眺めて、美しい街眺めましょうみたいなことやる中で、長期的にその街、そこに関心を持って許したりに関わっていくことを増やしましょうみたいな、で計画作って傍聴の会社あって、農業法人あって、コミュニティ作りのお祭りみたいなことを多面的にやってるのが渡りグリーンベルトっていうプロジェクトなんです。はい、話がでかいな。すみません、ちょっと僕早口ですんません。いやとなんかもう気球とかすげえと思って、その気球ってどっから集めてきたの？いやもう気合ですよ、気合気合でしかなくてなんか最初アイディアで、うん、渡り山本町ってそのイチゴが名産だったんですか、はいはい、で元々渡り町でちょうど100ヘクタールあって、96ヘクタールが被災したんです、今回津波で。で4ヘクタールしか実は無事ではなくて、っていう中で、いやなんかイチゴ PR って言ったある人がイチゴバルーンって Google さんで検索したら、なんか台湾かなんかで上がってるストロベリーバルーンがあったんですよ。あ、これだっていう人がいて、でそれをあの復興計画一部作る時のワークショップで出したら、なんかこう感動する人がいっぱい、もうこれだみたいになってですね、何名か泣き出しちゃって、地元のおばちゃんとか。でこれだと思って、でもこれだと思ったところで気球なんて僕見たこともないですし、毎週のコンサルの方とか、まあ、いろんな方とやってるんですけど、でどうするって言って、それネットで検索するわけですよ、熱気球なんか運営みたいな、したらとなんか熱気球運営機構っていう NPO 法人が当たったそうで、電話したみたいなんですよ、その一緒にやったコンサルの人が。そしたら、いや遠くで支援したいと思ってるんですよって話になって、で実際大船渡でちょっとその空を見上げてっていう気球を上げて地元のところに乗ってもらうイベントをやってたんですね、うん、じゃあ次渡りでっていう形で提案したら、分かりましたということで、まあ、進んだと、うん、なんで雰囲気ですよね、はい、でもそれも本当タイミングとかも良かったんですよね。タイミングとか、 なんかまあマッチング、向こうもそういうちょっとしたいと思ってて、こっちはもう気球上げたかったっていうのが。でもマッチングしなかったら多分30件ぐらい電話すれば1件ぐらい当たるんですよあのタイミングってことじゃなくて、タイミング当たるとこを見つけられるかなんじゃないですかね、どっちかっていうと、うん、なるほど、すっげえ深いこと言われた私もテンパりが始まりました、私のテンパりが、うん、次何質問しようと思って、でまあ、今までいろいろずっと活動を続けてきてると思うんですけど、まあ、今日まで活動を続けてこれた、継続できてこれた要因とかって、なんか具体的にこれっていうのって何かあります？その前提として、僕正直始める理由ってあんまりないんですね。始める理由はもう僕遠く来たのは当日出ちゃったし、でもやっぱ続ける理由にはおっしゃる通り理由があるんです。なぜかというとやっぱ大変なこと結構多いんですよ。多くて、人間関係もやっぱいろんな本当に難しい課題っていっぱいあって、で、まあ、苦しいなと思うこともあるんです。でもなぜやるかっていうと、僕多分大きく2つ理由があって、1つがなんか東北の復興とかいうと、なんか いかに誰かを支援するかとか、誰かにその社会貢献みたいなキーワード言われがちなんですけど、僕その感覚全くないんですよ。誰かを救ってるとかいう感覚も一切なくて、ただ東北っていう地で津波で被災してしまって、原発も行ってて被災したところに面白い人がいっぱいいるっていう感覚があって、もともといたと思うんですけど、やっぱ震災でその修羅場くぐったことで、現地の人たちがよりこう本当に人間的にむちゃくちゃ魅力的な人がいっぱいいたんです。で僕はその人たちのなんか未来を作れるなっていう感じが、なんでこう惚れた人がいるからっていうのが1点目の理由なんですけど、でもう一つが、なぜ東北でやり続けるかっていうことの本質的な意味を多分考え抜いていくと、これ糸井重里さんって皆さんご存知ですかね、コピーライターのジブリとかよくやった、あの方が残した言葉で僕すごい好きな言葉があって、何かっていうと、今の東日本大震災における被災地の生存物語とは、東北における地方の生存物語であり、それは結局日本の地域
における生存物語であるっていう言葉があって、僕まさにその感覚なんです。なぜ遠くにいるかっていうと、ここの解決策は日本全体で結局広がっていくと思うし、結局少子高齢化とか過疎化とかどこも課題一緒なわけですよ、うん、そこにこれだけ面白い人が現地いっぱいいて、で移住してる人むっちゃもうなんか志あって熱くてむっちゃ頭良くてすごい気持ちのいい人がいっぱい入ってるって、資金的にもそうで、おそらく今の今後の日本社会をの地域社会を考えたときに、ここの東北で解決策を作れなければ僕も日本の地域では解決できないと思ってるんです。という中で最も困難な課題があって、それを解決できるなんかクリエイティブですごいエクサイティングな機会がやっぱりあるっていうのが、その目の前のだけじゃない日本全体に意味を持ってるっていう意味で、惚れてる人がいて、でここでやってることは引いては日本に絶対全体もっとつながっていくっていう確信があるので、うん、なので続けたいなと思ってますね。はい、なるほど。あのちょっと待ってくださいね。配信側の方から質問があるそうなので、見えない、ちょっと出てもらって出てもらって、はいはい、はい、なんでちょっとじゃあ前に出て、あ、どうぞどっちに入りますか。じゃあ、それはあ、椅子持って、椅子こっち、じゃあここの椅子を使えますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、男だけじゃなくなった。やったお願いします。遠くに嬉しい。はいはい、ではあの さらっとこう自己紹介と、はい、あ、皆さんこんにちは、あ、こんばんは、東北学院大学1年の阿部夏実です。よろしくお願いします。はい、その質問とは、はい、すごい素朴な質問なんですけど、はい、どうしてこういうあの復興とかに関わろうと思ったのかをがすごく気になったので、その根本的なところを教えていただきたいと思います。本当に申し訳ないんですけど理由なくて、だって僕2011年の3月11日の14時46分地震あったじゃないですか、はい、でうちの社内もその15分後にはもう社内ミーティング始まってて、でどうする東北って話になって、で僕その島を出たのがもうその本当17時とかなんですよ、うん、で考えるとか多分 ないくてですね、来ちゃったみたいな先ほど申し上げた続ける理由はやっぱりあるんですけども、来始めた理由は なんなんですかね、なんなんですかね、教えてくださいみたいな、ね、あんまないかなみたいな来ちゃったよみたいな感じですよね、うん、そう、なるほど、全然答えになってないですから本当申し訳ないです。ノリでみたいな、もうノリです、来ちゃったんですよなんかそう何かに吸い込まれたみたいな感じです。なんかね、なんなんですかね、なんかそういうことありますよね。なんか美味しいご飯屋さんあったら入っちゃうみたいな、なんかその程度ですよ。すごい、いや本当にかっこいい話じゃなくて来ちゃったっていうだけですよ。本当それだけです。なんかかっこいいですね、とてもすげえ、なんか竹丸さんに言われる嬉しいごめんなさいね。いや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 、素直が売りで売っていきたいと思ってまあこのまま行ってもらう感じでいいですか。どうしますか。どうしますか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。普通に入っちゃえばいいじゃん、はい、じゃあ行ってもらう感じで、はい、はい、言いたいこと聞いてもらったらいいと思います。僕一人ではちょっとあれなんでトーク力が低いので、絵的にね、それもある大事ですまあいろんな活動やってて、こうやろうとしてることもすごくこれから大きくなっていくと思うんですけど、そうなっていくとこう組織のマネジメントっていうのが結構しんどいというか大きな課題とかなってくると思うんですけど、なんかありますか、こういうマネジメント法とかちょっとこう工夫とか。その組織のマネジメントって言った時に、大きく僕たちに関してはその、まあ、4つぐらい属性があって、1つがまあ明確にスタッフなんですよ、うん、フルタイムで入っているスタッフがあと3人、まあ、僕言って4名なんですけども全部有給で、そのスタッフのマネジメントっていう側面と、もう1つが有給ではないけれども地域でよりコミットしている方々というか、コミットというか地域で一緒にやっている方々っていう属性と、でもう一属性がプロボノってよく言うんですけれども、その自分の持ってる専門性、例えばその、広告代理店で働いてるんだったらそのなんかこうマーケティングの専門性だとか、金融だったらその財務だとかっていう、その専門性を果たして関わるというしかも遠隔にいるプロボノの方々っていうのが3つ目 で4つ目がこれマネージメントじゃなくて利害関係者なんですけれども、その
ユースな、これアーカイブ取るんでしたっけ。じゃあこれ3つにしときます、はい、なるほどなるほど、ちょっといろいろまずいのでこの3つ属性があって、やっぱそれぞれのマネジメントの方法ってやっぱ違うんですよね。スタッフにおけることと、やっぱ特に遠隔でしかもお金が発生しない中でクオリティの高い仕事を納品、あの締め切り守ってやってもらうっていう側面と、やっぱり違くてですね。で、実際起きたことがいくつかあって、1つがいくつかフェーズがあったんですけど、2011年の僕、まあ、4月7日に1つ目のちょっとサービスローンチしたんですよ、震災で1ヶ月ぐらいで、まあ、温泉街に人とメールみたいなすごいシンプルなやつだったんですけど、すごい人集まってすごい仲間が集まりまくったんですけど、でウェブとかもその温泉泊まりに来た人がその場で作ってくれるみたいな形でウェブとかもできたんですね。でただで仲間が一気に増えて全員いなくなった時があって、でそれは今、それはあのスタッフじゃなくてプロボノなんですけど、さっき申し上げた、そうなぜかって言ったら、あの今本当反省してるのが、あのやっぱりね、なんかあの悲観的になっちゃいけないなと思いました。あのどうしても当時やっぱ苦しくて、あの被災してる方の苦しさとかもすごいこう心に入っちゃう。そうするとその身近な人にこそ強く当たっちゃったりしますよね。とか、まあ、丁寧なコミュニケーション やってもらって当たり前みたいな、すごいそのシンプルなお礼をちゃんとしないとか、情報共有を徹底しないとか、すごいやっぱそのシンプルな部分で、なんか僕とやると苦しいみたいなのが増えてって、でそのプロボノの方一気にいなくなったっていうのがまず1個目あったことで、次にあったのが2011年の12月ぐらいで、これは逆にそれまで一緒にやってた地域の方が一気に離れてた時期があって、やっぱ松島には渡りにいてほしくないみたいな声が当時出て、でそれは僕今思うとなぜ起きたのかって思うと、あの誰に向けて仕事してるんだっていうことがやっぱずれちゃったんですね。で、あの、まあ、変な話、僕ボランティアじゃないんです、本当にあのちゃんと人件費稼がなきゃいけないので、スタッフの給料払わなきゃいけないし、でなんかね、やっぱそのお金を出してくれる企業とか向けに仕事しちゃったことがあったんです、今思えば。あのやっぱそこの、まあ、ニーズってよく言うんですけど、そこが求めてることにやりすぎるせいで現地に迷惑かけてしまうみたいなことがあって、結局本質的に自分たちが大事にしたいことが何だっていうのがブレちゃったんですよ、それは。で次にあったのがスタッフの話で、まあ、だんだん人増えてきて、最近も4月からあの東京で IT 系の会社で10年後働いてる人もスタッフで来たんですけども、で、スタッフに関しては、いや本当課題ばっかりで、もう普通だと言いますけど、あのこの前一人ぶっ倒れちゃって血吐いちゃって、本当に、うん、本当に血吐いちゃって、でやっぱり負担がかかりすぎたって話があります。でそのなんか結論最後になっちゃいましたけど、なんであのシンプルに、あの、まあ、そういう苦労をしてくる中でやっぱ今思っているのは、あのやっぱ人として正しくあることっていう側面と、あとはあのきちっ と,、そのある種のリーダーとして責任を持って、なんか未来を作っていく責任とか、あとなんかこう、なんかいろいろ刺されるわけですよ、いろんな人から。あのいろんなこと言われて、それをちゃんと承るとか、なんかそういう基本的なことをやっぱりしなきゃいけないなと思ってます。あとは、あのやっぱプライドとかあるじゃないですか。はいはいはい、はい。ね。いや、できませんとか、すんませんってなかなか言えないとか、まあ、ああいう結構素朴な部分では、僕は苦労してきて、まだまだ今もすごい修行中です。でマネジメントっていうほど組織でかくないので、あとは丁寧にやるだけかなって感じですね。遠隔地にいらっしゃる方とかって、なかなかこう直で連絡を取り合う、直っていうか顔を合わせて話をすることってなかなかないって思うんですけど、その時のこうモチベーションとかって下がっちゃったりするのかなって思うんですよ。それは、うん、あの実はチームなのかコミュニティなのかっていう違いがあって、うん、その最初一緒に誰かとやりたいって、皆さんもその IFIM やってる仲間だったら仲間はいいと思うんですよ。ただなんか広く最初集めちゃうわけですよ、興味ある人とか、うん、でやっていくと、そのみんながその温度感がバラバラなわけなんです最初、うん、でどういう構図になるかってこう決まってて、まあ、こうキャズムっていうマーケティングの理論の最初イノベーターって呼ばれる、なんか新しいもの大好きみたいな、あの今 Mac 流行ってますけど20年前から Mac 使ってますみたいな人が最初にこうなんか面白いことに食いつくんですよ。でその人たちやる時はすごい楽しいんです。で次来るのはそういう人に憧れたアーリーアダプター層っていうか、なんか iPhone を先に使い始めるみたいな感じですよね、にが来て、でさらにその子たちが来ると何が起きるかっていうと、さらに、その
なんかこう iPhone 使う人たちみたいな部分のもっとその人たちのただ話を聞きたいという主体性の低いとかさらに広がってるわけですよ。そうすると一番最初に来た一番面白い人たちが去っていくんですね。で結構こうやってコミュニティの維持においてすごい難しい部分 で僕らの場合はやっぱそれが起きました。なので人は増えていくんですけど一番仕事やりたい人は実は去っていくみたいな、全体とは増えてるんですよ。だからその属性の部分でなんかすごい難しさを感じる時期があって一旦やり方を変えたってことはありました。なるほど。でもそうですよね、まあ、僕らの IFIM もそうですし団体活動になっていくとそういうことが起きるんですよね。ありますよね。どうですか実際 IFIM おっとおっとどうですか僕らより先輩、僕より先輩の方いっぱいいますけど、逆に当てはめると難しいね IFIM は、うん、どうなんですかね。アーリーアダプターが増えてるっていう感じでもない。そこの関わる層が変わってくるごとにマネジメントの方法とか変えなきゃいけないですよね。情報共有の仕方とかすべて、でそこの見定めってなんかすごい難しいなっていつも思います。なんか変えなきゃいけないことっても変えるのめんどくさいですしね。なんか伝わってると思っちゃうけど伝わらなくなっていくみたいな部分とかすごいありますよね。なんでいやむしろ皆さんこういう機会ありがとう、まあ、続けてくださいこういう感じ。ありがとうございます。やっぱ終わりみたいになっちゃう。まだまだ続きます、はいはい、こういう活動していくとこうやっぱこう壁にぶち当たったりとか、うん、こう挫折とかってあると思うんですけど、でもここまで続けてこれたのって何かしらこう大きな原動力とかってでかいエンジンがあると思うんですけど、それってこうどういうのになるんですか。いやそんなかっこよくないっすよ。なんかそのあれです、プライドです、プライド。もうやると言ったらなんか負けらんないみたいな、もう究極そこですよね、うん、なんかもちろん事業としての価値とかもありますけど、うんうん、なんかねだってかっこ悪くないですか、やるとか言ってなんかやめるとか、うんうん、ね、うん、そうねっていうそんな感じです。いや究極の本当そこはやっぱりそのやっぱプライドとか僕あると思います。自尊心とか、うん、本当苦しいけどいや絶対負けたくないみたいな、僕超負けず嫌いなので、うんうんうん、そういうのありますよね、うん、あとはやっぱ仲間の存在ですよ、うんうん、仲間、仲間でかいです。いやなんかね、なかなか仙台にいらっしゃったりすると分かんないかも、なかなか見えにくいかもしれないですけど、本当に福島とか津波被災時に入ってる層のなんかもうね優秀とかで言葉でももう表現できないぐらいに面白い人いっぱい来てるんですよね。うん、でみんな同じような大体悩み抱えてて、そういう人たちと話すとね、なんかこういろいろ頑張ろうってなります。はい。でさっきまあまあ配信の側がですね、うん、向こうのホワイトボードにね、夏美さん質問したかったらグイグイ OK ってあるんですが、はい、質問どうですか、ありますか。あ、いいですか。あ、じゃあ、私まだ大学に入って1年も経ってなくて、うん、今 1ヶ月ほど経ったんですけど、うん、本当に入この大学に入ったばっかりで何もこの先のことも何も考えずに生きているんですけれど、今大学生に向けて何か言えることなど助言など何かあれば、うん、ぜひいただきたいなと思います。僕大学生みんなへのメッセージってちょっとなかなか難しくて、むしろなんか安倍さん個人のお話聞きたいんですけど、はい、でもなぜ今日ここにいらっしゃるんですか。どういう思いで1年生で大学入ってここにいらっしゃるんですか今。そうですね、以前新刊フェスでこちらの団体さんのことを知って、うん、今ボランティアにも入ってるんですよ大学の。それで復興とあとこういうメディア関係にすごい興味があったので、うん、はい、ぜひ見学に行きたいなと思って今日足を踏み入れました、はい、僕はその本当夏美さんにしか逆に言葉出せないんですけど、はい、まあ、すごく今お話を伺って思ったのは、はい、やっぱ興味あることっていうことと社会との接点を見つけるってすごい、やっぱりなんというかなんか ボランティアとかっていうとなんか社会貢献とか綺麗事とか善意とかで片付けられがちなんですけど、全然なんかそう捉えてほしくないなっていうのはあって、なんていうんですかね、なんか分かんないですけど、でただその ボランティアで入られて現場見ていくわけじゃないですか、はい、で情報発信したいっていう人がいるけどできてない現状とか、
でそのいろんな声を多分聞いていくと思うんです。で、なんか手伝ってくれないって言われて手伝ったけど力になれないとか、多分そういうのをずっと繰り返していくと思うんですけども、ただなんかこう目の前にちゃんとこう声聞いて足運んで、で聞こえたことになんか真摯に答えていくみたいなことを楽しくただやっていくっていう、それを追求していけばなんか楽しいんじゃないですか。はい、なんかね、一般論とかわかんないですけど、みたいなそういう関心持ってらっしゃる方に関しては、ただ目の前のことを本気でやるっていうだけで何でもいいと思うんですよね、うん、そしたらなんか友達増えそうですしね、面白い人いっぱい前で聞くと思いますもん。そうですね、うん、就活もそしたら大丈夫だと思います。ありがとうございます。就活だって就活だって、あ、僕就活生です。大丈夫、僕新卒無職だから大丈夫。無職もリストラも起業も起業失敗も全部経験してるんで大丈夫。就活生の方はぜひ話してみてください。無職ぐらい何の問題もないです。はい、経験者は語る。でもこれまでずっといろいろ喋ってきていただいて、この復興トークリレーっていうコーナーは、まあ一番最初は大家さん、うんうん、でそこから紹介でナタリーさん、はい、で次の紹介で松野さん、はい、という流れで来てまして、次に松野さんがこの場に呼びたい方、むしろどういう人呼びたいですか。どういう人、いやもういっぱいいますよ、もう仲間いっぱいいて、うん、でどういう人、どういう人の話聞きたいですか。どういう人か、どうですか、うん、どういう人、うん、迷いますね。ちなみに今ナタリーが見てます、うん、おっと見るな。僕今日出ること誰にも言ってない。さっきツイッターでちょっと RT してね、渋谷さんお世話になってます。ナタリーだよって。あ、マッツンですよ。本当にあの素直に、はい、阿部さんが こういう人の話聞きたいとか、あのこれはこの会として個人としてありますか。何でも、はい、そうですね、どういう人がいいですか。うん、こういう話、うん、そうですね、大学、そうですね、結構あの挫折した方の話とかすごい、はい、下まんまに。いや、できればこういう、こうなってくる。なるほど、はい、そんな方知ってますか。いろいろ考えてます。おう、うん、ちょっと年が30後半ぐらいになっちゃうかな。あ、もう全然いいんじゃないですか、うん、全然。なんか今の現場のリーダー派っていう人って大体挫折してるんですよ、うんうん、ほとんどそうで、あのそういや、ほとんどそうなんですよ。そうなので、うん、もう一切り口いくと何がありますか、挫折以外、その、テーマとしてというか、はい、PR、 あの PR とかなのか、それともその現場なのか、コミュニティなのかとか、農業、漁業とか、なんかいろんなよく分かんない言葉いっぱいありますけど、はい、もう一切り口入れるとすると、そうですね、ちょっと難しい単語が並んじゃってどうですか、はい、どうですか。じゃあ そこでそこでお願いします。急に来ると思わなかったぜ。私、はい、女子が欲しいです。ああ、どういう女子ですか。女子で若い。若い女子、いっぱいいますよ。若い女子で挫折してる人。挫折か。挫折の単語はやっぱ。それで紹介するのなんか。確かに挫折した子ですってなっちゃいますけど。でもなんか今3名か4名ぐらいは一応思い浮かぶ人はいますけどね。うん。ここでその名前出すんです。なんか毎回毎回その時にあの名前は出してます。そうです、ね。あ、本当ですか。はい。あ、そっか。と言います。まあ、じゃあ、あの後で。はい。ちょっとやっぱ許可取ってない分があるので、なんかその名前出してしまって。出してましたけどね。そうです。なんかもう。はい、はい、はい。じゃあ決まった、はい、この後松野さんにその方の、はい、考えます、名前とか
素性とか教えていただいて、私たちがアポを取って次回、来月の復興トークリレーにぜひお呼びしたいと思います。で、こう松本さん、今見てる方とか、まあ、アーカイブ残るんで後で見る方とかいると思うんですけど、そういう方に向けてこうメッセージとか熱いメッセージとかがあれば、何か最後に一言ぐらい欲しいんですけど、本当になんかまず素直にどんな方見てるのかなっていうのはすごい興味があります。どうしてもそのこういう仕事してると、そのなんていうかな、お会いする方がすごい固定的になってくるんですよね。で、逆にそういう今までも関わってた方がもっと次の一歩っていう形を見てらっしゃるのか、そのもっと今まで関わってなかった方がまあ見てるのかによるんですけども、どっち向けのメッセージがいいですか？どっち向け、はい、どっち向けか、そこはもう松野さんの采配次第なんですよ。じゃあもうなんかもう言いたいこと言いますけど、はい、じゃあ言いたいこと言うと、この復興っていうもの の本当に捉え方だと思うんですね。そもそも東北は過疎化で少子、仙台と抜けばですね、少子高齢化で後継者もいないし、本当にいろんな課題を抱えてたところにさらに震災という形で来ました。で、でなんで復興というんですけど、元に戻しても解決しないんですよね。問題がもともとあった問題姿も解決する必要があって、でそこで今回もし大学生等の方がたくさん見てるので、その方にお伝えしたいのが、今東日本大震災で現場やってるの結構30歳後半ぐらいのリーダー層なんですよ。いろいろその今復興庁で RCF ってコンサル藤沢烈さんという人とか、南三陸の復興応援団の佐野さんという方とか、いろいろいるんですけど、そういう人は結構みんな大学時代からつるんでるんですよ。実はつるんでて、聞くとみんな阪神大震災の時に大学生ぐらいなんですよ。その時大学生で、その時にボランティアやっても何もできなかったとか、すごい無力感を感じてる人が多くて、でもアクションを打ってるんですよ。でそれがあって、でその時何かでまた何かあったらやりましょうねって言って、今回東日本大震災もう一回集結したっていう感じがあって、だから実は本当のコアで動いてる かなりの層って、もともと震災もうずっと阪神大震災からこうなんか自分を磨いてたそうなんですよ。で南海トラフとかも多分いつか起きます、何かがやっぱ東京で起きます。で今回、復興において何かちっちゃいアクションでも取ったらいいと思うんです。でうまくいくこともいかないこともあると思います。ただ、そこでやっぱつながったご縁とか、本当に感じた苦しさとか無力感とかって絶対どっかのタイミングで生きてくるはず でそれが今の目の前の人の何かは解決しないかもしれないけれども、もしかしたら15年後20年後の何かはすごく大きく解決するかもしれなくて、だからそのまずはどうなるか分かんないですけど、一歩目踏み出せば将来いいことあると思ってですね、なんか一緒にですねやんちゃできたら僕は嬉しいかなと見てる方に関しては思います。はい、ありがとうございました。はい、本当締めていただきありがとうございます。では復興トークリレーの松野さん、本当にありがとうございました。また後でお話ししましょう。はい、ありがとうございました。で、いつもやってるソーシャルストリームとかツイッターのコーナーなんですが、私はパソコンを持ってないので、実は確認ができないので、次のですねクラウド酒造のコーナーにそのまま移るんですが、その中でツイッターのことも紹介していきたいと思いますので、クラウド酒造根本さんかな今日は。はい、じゃあ根本さん、ぜひこちらの席へどうぞ。はい、はい、一応カメラ気をつけてくださいね。はい、真ん前ですね、真ん前ですね。じゃあどうしますか、ずれますか、僕こっちに。お願いします。はい、じゃあずれましょう。はい、それがいいよね。やべさん真ん中に来ちゃえばいい。あれあ、いいですか。いいよ、どうぞ、真ん中にどうぞ。すいません、絵的に大事です。失礼します。はい、はい、では失礼します。はい、クラウド酒造のコーナーではですね、はい、東北のいろんなお酒、東北に限らないでしたっけ、東北に限るんでしたっけ、東北のお酒ですね、東北のお酒を、いろいろ紹介していきたいと
思うコーナーです。思うコーナー、思うコーナー紹介していくコーナーです。どんどん実現していったらいいんじゃないですか。今までどこやりましたっけ。そうですね、船川、船川やってないっけ、南三陸っていう名前の南三陸、南三陸のお酒とか、あとは山形の方とかやりましたね。山形、あ、やりましたね。山あの一路だとかっていうのをね、あの今あっちにいる菊池とかが持ってきてくれたりとかしてね、はいはい、結構いろいろやったんですけど、はい、今回はこの前そのたびたびのコーナーというのが我々あるんですけど、そのたびたびのコーナーで松島に行ってまいりましてですね、こちらの松島で松坂がうなずいたちょっと違うんですけど、はい、あの松島に行った時にあのむつ屋さんというお酒屋さんがあって、そのお酒屋さんがすごいあの結構ユニークだったので、まあそこでちょっとおすすめのお酒を教えてくださいみたいなこと言って、でこれはねうまいんだよって言って、なるほど、もらってきました。買ってきました。もらってきました。はいはいはい、はいはい、ではもうね試飲とかしたいんですが、はい、先ほど言った通り、はい、ツイッターのね、はい、どんなことが書いてあるのかなっていうのをね、どんなことが書いてあるの、どんなことが書いてあるのか、もうどんなご意見が寄せられてるのか。そうですね、最近参加してる石巻高校の小畑に言われて視聴してます、うん、皆さんのトークのレベルの高さに驚いてます、毎週の楽しみになってますっていう、うわー、頑張ります。彼はじゃあ高校生ってことか。おー、それは嬉しいですね、うんうんうん、松田さんお疲れ様でした、竹脇アミノさん、アミノさんっていう方からはい、ご覧になってますね、うん、あとはですね、兆候っていう笑いがついてますけど、はい、あとはですね、めっちゃ見てるよ、もう Facebook シェアしたし、これはナタリーさんだな。おー、はい、ありがとうございます、ナタリーさん、ありがとうございます、ね、はいはいはい、夏美ちゃん、いいこと言った、お夏美さんの質問良かった、という評価が結構いろんなところから上げられてますね。やった、はい、っていうところがありつつ、うんうん、あとこれ質問なんですけど、はい、あの NPO を仕事にしてて一番困難なことは何ですかっていう質問が実はあったんです、ね、そうですね、難しいかな、答え、声聞こえるか、どうしたらいいですか、声入りますかね、あ、もう少しこっちまで来ていただければ、すいません、 NPO 経営して大変なこと、そうですね、 NPO を仕事にしていて一番難しいと感じることっていう質問が、はい、あ、いいっすか、なんか暑くて脱いじゃったんです。暑いっすよね、はい、NPO だから大変とかよりも多分あの NPO も株式会社も多分何でも企業って変わんないと思います、うん、あのきちんとあのいい、あの、ま、あの誰に対して仕事をしたくて、うん、で誰に対して自分たちは何を提供できて、うん、でそれでちゃんと お金を回していくビジネスとしてっていうことにおいては、うん、そのやっぱちゃんと事業を作っていくってこと自体がすごい難しいです、うん、あのそんな経験はそこまで真っ当に、まあ、トライしたことはあってもうまくいったこと今、まあ、なかったので、ちゃんとお金を回る仕組みをやるっていうのはやっぱ露骨にすごい難しいです。なるほど、うん、お金をもらう仕組みっていうのも NPO にしても何にしようそれを作り上げるっていうこと、そうです、それ自体が一番難しい、うん、まあ、なんかすごい言っちゃうと、はい、例えばそのあの、まあ、なんかそんな隠すこともないと思うんですけど、例えばその1000数百万の自治体から委託でお金もらうという時に、それはあの事業を終わってからお金もらうんですね。なので1000万先に自分たちで調達しなきゃいけないんですよ、資金繰りっていうんですけど、それはじゃ あ, あのうち地銀の七十四銀行さんから融資受けたんですけど、融資受けるのも結構やっぱ大変だったりして、そういうやっぱりその、まあ、率直に言うとお金っていうのはすごい難しさはありました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、そうですよね、まず融資を受けなきゃいけない、うん、確かに、でその融資っていうのがまた信頼がないといけないみたいな話になるんですよね、うんうんうん、いろいろ難しいですよね。なるほど、この辺から多分この辺阿部なずめちゃんが出てきたとこで、はい、可愛い女の子が来たぞって言って、ただ可愛い子が来たぞっていう騒ぎになってました。はい、であとは聞くで空から美しい自分たちの街を眺めるっていうイベント、ロマンだね、素敵だっていう、うん、ことね、今年また10月の15か6ぐらいにやるはずですよ、ね、あ、そうですか、はこのお金が集まればやります、いいす、ね、集めなきゃいけないですね、うん、なるほどなるほどっていう感じですかね、ソーシャルストリーム、はい、やはりね、うん、あ、女の子が出るとソーシャルストリーム盛り上がるんですね。いや全然違いますね、ちょっとやった、それはあります、女の子待ってます、はい、ぜひぜひこのドセンターの席に、そうですね、はい、ということで根本さん、はい、こちらですか、戦勝正宗、
でございます。これね、なかなかまず名前がかっこいいなと思って僕分かったんですけど、こちらもどういうお酒かって言いますとですね、こちら伊達の軍旗をほこらかにということで、こちらあの日の丸みたいなものが、はいはい、これがその伊達政宗の軍旗だということで、伊達家の軍旗をこうモチーフにしたこうラベルを作ってるんですね。でこれがさらにすごいところは、この戦勝政宗っていう字、誰が書いたと思います？わかんない、はい、佐藤宗幸なぜか佐藤宗幸っていうあの王バンデスの司会の方もそれしか出てこなかったら違うなと思ってね、言わなかったね。確かに青葉城には確かに関係はあるんですけど、あの実はですね、これ伊達家の18代当主の方が書いてるっていうね。三度サンドイッチマンではないあ、ミキオではない。伊達ミキオもでも実は伊達家の人なんだよね、うんうん、なんか隠してたらしいけどね、最近まで。でなんか伊達康宗さんっていう第18代の当主の方がいらっしゃって、まあ、この方全然ご健在なんですけど、ほうほう。でその方があのこちらを書いてで提供してくれたっていうことだそうですよ。これ瓶もめっちゃかっこいいですね。かっこいいですよね、うん、なんかこうスッとしてるんじゃなくて彫りが入ってる。そうそうそう、ここにもねマークが入ってて、これがまた伊達家の家紋だったりするわけですよ。めっちゃかっこいいですね。えっていうところで、はい、飲みたいですこのねあのクラウド酒造の他の番組と違うところは、もう生放送でおもむろに酒を飲み出すっていうところ夏美ちゃんはでも1年生ですもん、ね、あ、うん、あ、飲めないんです。賛同してるっていう可能性はすいませんなんか夏さんも、はい、ということでということで、じゃあここでは4つも出しちゃったけど2個ぐらいでいいかな。あ、次ますか、はい、これは、はい、これは嬉しい、はい、これは嬉しい、ありがとうございます、はい、すごい、どのぐらいいいですか、はい、やった。でも僕お酌していただいてあれなんですが、はい、うん、原付きできてる。歩いて帰る。まあ引いて帰りましょう。じゃあ歩いて帰りましょう。まあ引いて帰りましょう。歩いて帰ります。うん。じゃあ僕このコーナーで初めて飲めるんですよ。おめでとう。嬉しいな。顔集めてきちゃった。じゃあ。まあそれなりのレポート期待してるけどね。うん。飲むから。レモさんも一緒にやります。どうぞ。私ですか。これ釈されたら飲むしかないよ。とっとっとって言ってね、とっとっと、もういいんじゃないかな、はい、結構すごい。じゃあ、レモさん、はい、乾杯を、はい、はい、乾杯、乾杯、はい、いただきます。あ、これ同時に飲んじゃうとさ、もう放送事故になるよっていう静かになっちゃうからね、はい、あ、飲みやすい。これね、すっごいあの口当たりがいいというか、うんうん、これどんどんいけてしまうやつですね。俺、いけちゃうな。そう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 、辛口ではあるんだけど、うんうん、でも全然こう進んじゃうというか、うん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 、だってもうこの時点でこれぐらい進んでますからこれ多分ね簡単になくなっちゃいます、はい、これは一晩1時間2時間でなくなります本当になかなか、はい、竹丸くんもう一声でね、そもう一声もう一声か、はい、もう一声か、うん、もう一口そうですね、こちらですね、うん、喋らせてくれないんだね。どうぞ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 、お酒の説明をね、はい、こちらね勝山さんっていうところがあの作っているお酒なんですね、うんうん、でこの勝山さんっていうところのお酒で、まあ、こちらの勝山さんのホームページを今見てるんですけど、まあ、そこによりますとですね、うんうん、まあ、仙台にふさわしい米のうまみがふくよかで綺麗な酒質の、飲み心地の良い純米酒に仕立てましたということで、うん、やっぱり飲み心地にこだわってらっしゃる。すごい美味しいですよこれ。ということでこれね、やばいね、これはやばい、これハマります、ハマっちゃいますね、はい、原付押して帰れない、原付押して帰れない一本飲んで帰ろうかなではあのこの後ね、うん、あのお酒を飲める方は、はい、この場でもう一人ぐらい呼びますか、今時間ないな、あんまり。じゃあこの後みんなで美味しくいただきたいと思いますということで、あの今からでも遅くないです。まあ、でも今から来ていただければギリ間に合う、うん、そう、愛人現場に来ていただけるとお酒が飲めるっていうのがイフヤムのすごいところで、はい、うん、歩いてきてくださいね。そうですね、そこ重要です、うん、大事です、はい、マジっすかって言ってる、マジっすマジっす、はいはい、はいはい、ではね、はい、クラウド酒造のコーナーはとりあえずこの辺りにしまして、うん、姉本さんとね、はい、夏美ちゃんにはこの場にいてもらいながら、そうですか、次のコーナー行きますか、今社に行ってしまいますか、行きますか、はい、今社のコーナーです。今社のコーナー、毎週同じ今社のコーナー、噛んじゃった
毎週おなじみ今社のコーナーです。何回目ですか、毎週おなじみって言ってるのに噛んじゃダメじゃないですか。すみません、訂正します。今社のコーナーではですね、皆さんの普段のこう生活の写真であったり、うん、こうふとした一瞬の奇跡的な写真とかを送っていただいて、この場で紹介するコーナーなんですが、今週は写真何枚来てますか？今週0枚。だからまあ先週まではですね、ずっともう継続的に来てくださってたんですけど、うんうんうん、今週はちょっとですね、今週は0枚、はい、ということで、はい、ぜひ皆さんね、そうですね、はい、うん、どんどん送ってください。ざっくりしてます、はい、で送っていただくメールアドレスなんですが、はい、こちらに書いてあります。いましゃアットマーク笑顔311.info今さらっとマーク映画を311ちょっとインフォです。アメちゃんが反省してるみたいな感じ。こちらのアドレスに、はい、その撮った写真と、はい、メールネーム、あとどこで撮ったかっていうのと、あとはその写真に対するコメントとかっていうのを載せて送っていただければ、漏れなく紹介、うん、漏れなく紹介いたします。うん、あ、でもいっぱいあったら紹介しきれないかもしれないので、次の週とかに、うん、でも送っていただいた写真は絶対に全部見せますので、はい、はい、もちろんメールネームじゃなくて本名で送っていただいてもいいんですけど、はい、メールネームで送ってください。はい、はい、ですね、はい。でもさ、なんか言いたいことありますか？言いたいことですか、はい、いやー、なんか松井さんの話が本当に面白かったなと思ってだからすごいですね、社会企業とかやっぱ NPO を立ち上げるとかっていうことをしたいなって思ってる大学生の方とかってすごい多いと、だんだん増えてきてるっていうのがすごい実感としてあって、そういう方にぜひ今日のアーカイブとかガンガン見てほしいなっていうのがありますね。すごい東北にもともと、なんていうか、復興ってすごく難しい問題っていう話されてて、全くその通りだなと思って、なんか結局その東北が今抱えてる問題を解決することっていうのが本当に日本の問題を解決することになるっていう、またその話ものすごく共感して、もうなんかすごいテンション上がりましたね。頑張ろうって思いました、ね、うんうん、なるほど。じゃあ今日この場に初めて来て、うん、はい、流れでここに座らせられて、うん、流れでずっといる阿部夏実ちゃんは、はい、何かありがとうね、本当にありがとうございます。いやいやいや、アジャミルだけで視聴者が全然違う、大人の無理な無ノリに付き合わせてしまって申し訳ない。いやいやいや、とっても本当に楽しかったです。いや、まさかこういう風に出させていただけるとは思ってもみませんでした。出されたみたいな。そうですね。出された。はい。はい。これからも来てくれるっていうことで。これからも来てくれるかな。はい、これからも来てくれるかな。いやでも、この答えはね、後で、うん、配信してないところでやりますので。はい。はい、では今週の配信はここまでなんですが、はい、来週はいつだ ?30 日、そうです、ね、5月の30日、うん、はい、5月の30日の木曜日夜9時からです、はい、来週って何やるんでしたっけ、来週の内容、はい、ゲストトークですか、はいですね、もともとそうだね、はい、まあ、遠くで活動している、うん、まあ、NPO になるのかな、うんうん、の、方に来ていただいて、まあ、どんな活動をされているのか、はい、でどんなイベントをするのかっていうのを紹介してもらう番組を来週ですね、送ろうと思います、はい、はい、はい、ということでね、まあ本当に皆さんに支えられて、うん、私は MC をやりきったわけですが、カミカミになりながらコーナー名も間違えながら、うん、ね、毎週やってるコーナー、毎週やってるコーナー間違えるっていう、うん、そういうとこありますね、ね、ちょっと愚行をそうですね、あ、じゃあ今あと2、3分あるので今私の評価ABCD で判断していただいてD はもう負荷ですから、ね、D は単位はいただけないので、はい、ABC で判断していただいて、これから私がどう成長していくのかを皆さんに見守っていただく成長日記にしていただければなと思うんですがそういうアンケートってそういう使い方なんですいや、僕がね、大学卒業する頃には A でいっぱいになってるっていう、あ、疑問を呈す子が1年生からだったんですけど、はい、大丈夫ですか、アンケートどうですか、時間かかりますね、はい、アンケートできるまでしばしお待ちください、あと1分で配信が終わっちゃうんですけど間に合わないな、それはい、そうね、そうですね、はい、はい、
じゃあ、一旦ここで録画終わるんですが、配信はこのまま続け、ま、あのアンケートだけ取って終わりにしたいと思います。録画が終了ってことですね。はい、では本当に今週もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。来週以降もまたご覧ください。ありがとうございました。さよなら。さよなら。